日本関東地方東京都大田区、小尺蒲田梅屋敷公園梅屋敷公園、広重、名所江戸百景に描かれた、蒲田の梅園小尺蒲田梅屋敷公園とは、東京都大田区蒲田にある和風庭園である。その名の通り多くの梅が植えられている。江戸時代に薬屋を営んでいた山本久三郎が、文政年間に梅をはじめとする多くの木を植え、茶屋を開いたことが起源とされる。 1868年から1897年にかけて明治天皇の旧度の行行がある。1873年3月6日の完売の際、小梅一株を自らお手植えになる。この梅は、千商売と称された。1920年に、京浜電気鉄道用地となる。その後、第一京浜国道拡幅などで用地を削られるなど、縮小と後輩が進み、 1925年、大友カサスの提唱により、明治天皇省尺保存会が結成され、園内整備や用地の取得を行った。1933年11月2日、文部大臣より、明治天皇ご省尺地として保存指定を受ける。1938年10月、敷地と園内の建物一切を東京市へ寄付。 1939年10月12日の明治天皇行幸記念の日に小尺蒲田梅屋敷公園として開園。1953年東京都からに大田区へ移管され区立公園となった。公園内には池があり、その周りに遊歩道ができている。また、園内には大田区休道場があるほか、相撲場もある。京急梅屋敷駅から徒歩7分。 京急蒲田駅から徒歩8分の線路沿いにある。2007年頃から敷地の一部が更地になり、京急蒲田駅付近連続立体交差化事業のヤードとして使用されている。この部分に関しては工事終了後に復元される予定である。また、この事業とは別に第一景品の拡幅事業が都市計画で決定している。この公園は半分ほどの土地が、 拡幅予定地に含まれており、今後の拡幅工事の進捗によって土地が削られる予定となっている。園内にあった明治天皇御座所と茶屋本屋は1945年4月15日の空襲により消失したとされていた。しかし、梅屋敷の敷地が国道開通により2分された際、化粧品会社の直美同社長により土地とともに買収され、建物は 東京の小山台の自宅敷地へ移築、戦後の1975年に東京谷中の随林寺へ寄進され現存しているという。この際、梅屋敷にあったとされる梅の古木も一緒に移植されたという。文政の頃は、鎌田の梅屋敷と亀戸の画竜梅とは人気を二分していたのが知られており、文化文政頃に江戸及び近郊で梅屋敷というと、鎌田の他は、 亀井戸と向島に有名なものがあった。鎌田のあたりは上からの締め付けが強く増税に次ぐ増税で農民にとってどうしても副業を必要としていたところ土質が梅に適していたこともあって農家の庭先や田畑の周りに植えた梅がよく育ち梅干しの収穫で農家が潤った。農家は梅の花より梅の実だけ欲しかったのだが近くの大使河原の 川崎大使に行く人、神奈川へ行く人、江ノ島へ行く枝の人たちが、この花を少数弱用になったという。農家のうち、特に多くの梅園を持っていたのは、助左衛門といい、古来より、武州の梅屋敷と言われていたという。日朝四方の梅園を持ちながら、助左衛門は、他人に花を見せて、何がしかの利益を得ようとはしなかった。文政六年に、有力雑記の著者、 津田実報案がここに梅見に出かけた際も、持参の茶器で煎茶を沸かし、助左衛門の家族のものにも、お菓子と共に振る舞っている。梅見の人たちも、ただ、あぜじをあちらこちらと、敵はるかしてみ候補のみであった。遊郭が多くなれば、便宜を与え、また、これから利益を得ようとする人が現れる。和中さんは大森に二軒、鎌田に一軒あった薬補であったが、 蒲田の和中さんが梅園を経営し、梅屋敷として長知られるようになったのは、文政の初め頃のことである。近くの梅林から老樹ばかりを買い集め、三千坪の屋敷に植え付け、林泉も広く取って、柿椿や山吹きをあまた植えた。農家は梅の実を取るためで、古木を特に必要としなかったので、これを探し求めたのである。他に二三百本の梅樹を植え、 茶屋を作って、客を待った。売園のため薬補の方も繁盛したという。この梅屋敷は、明治維新の時の志士たちや、明治天皇も何回も強行幸されている。従って、明治時代にも多くの利用がなされていた。ありがとうございます。